皆さんこんにちは、坂内ひろこです。本日はこの分子の振る舞いから読み解く脳の仕組みというお話をさせていただくんですが、最初にまずこの研究につながる子どもの頃の夢についてお話ししたいと思います。私は子どもの頃本を読むのがとても好きでした。ここに来ていらっしゃる皆さんは昔から理科が好きだったり科学少年科学少女であったかもしれませんけれども、私はどちらかというと文系でしての本を読んでいるのが時間の方が長かったと思います。その中で一番好きな本というのが推理小説でした。江戸川乱歩の少年探偵団に始まり、アルセーヌ・ルパン、中でも一番好きなのがシャーロック・ホームズの本でした。一番ハマったのが中学校の頃でして、ちょうどの図書館に学校の図書館にすごくいい翻訳の本がありましたし、テレビでグラナダ版のホームズのテレビを毎週やっていまして、部活の女子みんなハマって、それで、まあ、終わった後あれがかっこよかったね、ホームズ超かっこいいねみたいな話をしてたんです。その中でもホームズ先生がすごいな、私が一番かっこいい、すごいって思ったところは、この人の振る舞いを観察するだけで考えていることを当てる点です。ワトソンという人とホームズ先生は一緒に住んでるんですけれども、そのワトソンさんがの壁にかかっている2枚の絵を見た、その後の眉毛を動かしたり唇や手を動かす、その様子を見ているだけでワトソンさんが考えていることをぴったり当てることができました。あ、すごいな、これはすごいと思って、私はこういうホームズ先生みたいな人になるんだと思って夢見て過ごしていたわけですが、数十年後大人になって実際職業を選択するにあたりまして、まあ、現代の日本でもそういうホームズ的な立ち位置としては、科捜研の女、2時間ドラマのとか法医学の女などかなと思ったんですが、ちょっと問題がありまして、プロフィールにも書いてあるんですが、私解剖とか血を見るのが非常に苦手だということがだんだん分かってきました。ですから、この今においてそのミステリーの中の人物に自分がなることはちょっと難しそうだと思いました。でがっかりしたんですけれども、その代わりに一生かけて読む価値のある新しいミステリーを見つけることができました。それが脳です。脳はコンピューターによく例えられます。コンピューターと脳はのすごいのいろいろ計算ができる地上最強の2大情報処理装置だと言われていますが、ご存知の通りコンピューターと脳というのは全然仕組みも違うし得意なところも違う。コンピューターの得意なところは何よりも速いことです。ここに映っていますの K というコンピューター、理研のスーパーコンピューターですが、それは1秒に1京回を計算することができます。また人間ってよく間違えるんですけれども、コンピューターは速い上に正確です。しかも人間が覚えきれないような情報量を覚えることができます。じゃあ脳ダメかっていうと、そんなことなくって、何より何がいいかって省エネです。このコンピューターが動くために、この K が動くためには淡路島1つ分の電力を必要としますが、私たちの脳はそんなに脳はのエネルギーを必要としません。またスーパーコンピューターは建物1個必要としますが、我々の脳は頭の中に入るサイズです。また脳にはコンピューターができないことができます。例えば想像したり、いろんなことを融通を聞かせて判断したり、とひらめきという素晴らしい力を持っています。私が脳に興味を持ったのは、脳は省エネで小さい、だけどもコンピューターにできないすごいことができる、それはどうしてなんだろう、どんな仕組みがあるからこんなことができるんだろうと疑問を持ったことから始まりました。コンピューターと脳はいろいろ違いますけれども、私が考える最大の違うというのはその素材にあると思います。コンピューターというのは金属やシリコンといった大変丈夫な素材でできておりますので、壊れるまで常に同じ部品で働くことができます。一方私たちの体は有機物でできています。タンパク質や核酸、脂質といった生体物質で作られていて、それらはほっとくと腐ってしまう生物ですから、長い間働くことができません。ですから私たちが生きている今この瞬間にも部品が入れ替わってしまっているんです。
で、そのように部品が入れ替わっているにもかかわらず、昨日今朝食べたものは覚えていますし、脳の形が歩いている時に壊れたりしない、そのすごい驚くべき脳の性質にこそ脳が持つ力の秘密が隠されていると私は考えています。この脳の成り立ちというのをもうちょっと詳しく見ていきましょう。先ほど金井先生の模式図にもありましたけれども、私たちの体を作るものというのは組織であり、組織のうちの一つが脳なんですけれども、脳というのはたくさんの細胞からできています。その細胞というのは10万分の1ミリという小さなサイズの生体分子の一つ一つで、こいつがよく入れ替わってどんどん入れ替わっていくわけですね。一方でこの機能が維持されるときには、この細胞の形や脳の形や私たちの体との形と機能は維持されます。また記憶が維持されるについて、とっても大事な器官が細胞の中にあります。それが今日覚えて帰っていただきたい言葉なんですけど、それがシナプスです。シナプスというのは人の脳の中には先ほど見学先生のお話にはありましたけども、約1000億個の神経細胞があって、それらが情報伝達をして神経が情報処理しているんですけれども、その情報を伝えるためにはこのシナプスがないと情報が伝わりません。人では数百兆個あるシナプスなんですが、このシナプスの機能が保たれてないと皆さんの記憶は保たれることができないんです。で、私が今疑問の一つは、こんなに材料は入れ替わっているのに、どうやってこの大事なシナプスの機能は維持されるんでしょうかということです。この問題を解くにあたり、私はホームズ先生と同じアプローチを取りたいと思いました。ホームズ先生はワトソン君の表情や振る舞いを観察するだけで考えていることを当てました。それと同じように、研究者が一個一個の分子の振る舞いを観察することでシナプスの仕組みを当てることができるんじゃないだろうか。この振る舞いに隠された情報を読み取るという作戦を取ります。じゃあそもそも、じゃあワトソン君は振る舞うだろうけど、分子って振る舞うんだろうかって皆さんちょっと疑問に思われるかもしれません。で、これから少しのスライドを使って分子の振る舞いについてご説明したいと思います。まず分子が振る舞う舞台というのは、生命の最小単位である細胞です。細胞というのは細胞膜に囲まれた空間の中に、遺伝情報の持つ核、自分の体の材料を作るためのタンパクを作るための装置やエネルギーを生み出す装置を蓄えたものです。脳の中にももちろん細胞ができています。先ほどからはニューロンという言葉で説明されましたけれども、ここでは神経細胞、同じものです。ニューロン、神経細胞がたくさん集まってできています。この神経細胞も普通の細胞と同じく生命維持に必要なものがあるんですが、形がちょっと変わっています。前の細胞からの情報を受け取りたいように、たくさんのトゲトゲを樹状突起と呼ばれる突起を伸ばし、また次の細胞に情報を伝えるために軸索という突起を伸ばしています。ですが、細胞膜というものに区切られた形をしているということは同じです。この分子の振る舞い、この細胞膜の分子の振る舞いに私は注目しています。じゃあそもそも細胞膜というのはどんなものなのかということですが、皆さん膜と言われることで、ひょっとしたらゴムみたいなかっちりしたものを想像していらっしゃるかと思いますが、実はそうではありません。どちらかというとシャボン玉に近いものになります。これはちょっと子供買っといたら家の中でシャボン玉しちゃった時の写真なんですけれどもそのシャボン玉は液体からできていますよね。それと同じように細胞膜も液体からできています。ただしその液体は石鹸じゃなくて油です。オリーブ油みたいな油です。それが水とくっきり分けているわけですね。その油の膜、この青いウェハースみたいなやつが膜の構造でして、そこにタンパク質がたまに入っているという形をとっております。で、この油というのは液体ですから、当然
動くことができて、こちらの動画はその細胞膜の上にいかに分子がダイナミックに振る舞っているかを示したいです。平面の中に小さい頭つぶつぶがいるのが油です。で、大きなオレンジだったりこの紫だったり動いているものがタンパク質です。このように細胞膜というのは膜って言われてるけれども流体としての性質を持って、その構成要素である脂質タンパク質はダイナミックに動いている、非常に振る舞うということがお分かりいただけると思います。ここの動きが私が注目している振る舞いです。で、そこで疑問なのが、一つ一つの分子はこんなに動いているのに神経細胞の中では特定の分子が密集している場所があるんです。でもありますよね、あの池の中でもこう池の上に葉っぱがふらふら吹いててどこ行っててもいいのになんか落ち葉が集まってる場所があるとか、猫ってどこ行ってもいいのになんか猫が集まってる場所があるとかそんな感じなんですけれども、その場所神経細胞ではこの樹状突起にあります。この特定のタンパク質を神経細胞の上で標識したものがこちらの写真になりますが、白い粒々が樹状突起というところに沿ってたくさんあることがお分かりいただけると思います。この白い粒の中には約50個のタンパク質分子が集まっています。じゃあこれはどういった場所なんでしょうか。それが先ほどから申し上げている情報を伝えるための特殊な構造、記憶を保つのに重要な構造であるシナプスです。ではこのシナプスというのをもう少しミクロの目で詳しく見てみましょう。どんな構造をしているんでしょうか。だいたいこれのシナプスっていうのは前の細胞と後ろの細胞の情報をつなぐんですけれども、実は前の細胞と後ろの細胞の間には隙間があります。約40ナノメートルという隙間が空いています。その隙間を飛ばして の間からを情報を飛ばすために前の細胞というのは神経伝達物質という物質化学物質を放出します。その化学物質が次の細胞にあげる情報になるわけです。次の細胞はその化学物質を受容体というので受け取ります。この受容体が受け取るとこの受容体というのに神経伝達物質が結合すると情報が見事に伝わるわけです。で、放出されるところに受容体がいた方が効率がいいので、このようにシナプスには受容体がぎっしりと集まっていることです。逆に言えば受容体が集まることでシナプスの機能は維持されています。つまり神経細胞というのはもうそもそも動き回る性質を持っている受容体をシナプスに集め続けて記憶を保つというすごいことをやっているわけですね。じゃあそれどうやってやってるんだろうっていうことが私が調べていることです。で、そのためにはシナプスの中での受容体の振る舞いを直接一個一個の分子を見るという一分子イメージング法を使いました。でも実際問題として分子は小さくて透明で顕微鏡を使っても普通の顕微鏡を使っても見ることはできません。で、研究者というのはそれをどうするかというと、目的の分子に蛍光や粒子といった目印をつけてやることでその目印を顕微鏡で覆います。実際このような研究は日本で大変進んでおりまして、1990年代から日本が世界をリードしておりました。この一分子を見て目印つけていろんなタンパク質が働く仕組みを調べたり細胞膜の仕組みを調べたりする研究者はたくさんいました。しかし問題はシナプスの中で一分子を見るとなると、この方法は研究開始当時ですけれどもなかなかその方法が見つからなかったんです。で、結局解決、ここでクイズなんですが、シナプスで一分子を見るために必要なものは何だったでしょうか。粒子つけりゃいいから粒子が結局決め手だったが1番で、蛍光物質で見るっていう方法もあるから蛍光物質っていうのが2番で、3番が気合と根性。1番だと思う方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。あ、粒子ですね。はい、2番の目的となる蛍光物質、蛍光派が結構多いですね。ありがとうございます。3番の気合と根性、
ありがとうございます。はい、これ実は気合と根性ないとどんな研究でも進めることはできなくて、実はこれ全部正解なんです。でどういうことか説明しますね。今までの一分子イメージング法で見えなかった理由っていうのが、今粒子を目印にする方法では数十分見ることはできるんですけど、粒子が大きすぎてシナプスの中に入っていけなかったんです。でも蛍光を目印にする方法では蛍光の寿命が数秒しかなかったもんで、そのシナプスに入れるけれどもすぐに消えてしまうということで、のシナプスに入って出てというシナプスの中の動きを見ることができませんでした。ところがそれをクリアする物質が世の中に出てきたんです。それが明るい長寿命の蛍光を発する小さな粒子、それはつまり蛍光であり粒子である量子ドットという物質ですね。これはフランスの研究者が使うことを思いつきまして、早速それが出た時に私はフランスのこの研究室に参加しまして、で参加しました。でこの量子ドットというのは今身近なところではタブレットのバックライトや、あと液晶モニターのバックライトに使われております。そしてこのフランスの研究室で一分子でシナプスの中の分子を追うという方法を世界的標準手法を確立してきました。このように抗体を2種類使って量子ドット1個と目的の分子を1対1でつないであります。それを顕微鏡で見るわけです。こちらの写真が一分子を追うための顕微鏡になります。で工夫としましては、まず量子ドットは明るいって言ってもやっぱ所詮一粒の蛍光なので余計な光が入ってきちゃダメだから真っ暗にする暗膜が必要ですね。あとはこの EMCCD カメラって書いてあるこのカメラがとっても最近良くなりましたので、暗い中で量子ドット1個の形質を1個を高い感度で検出することができるようになったんです。あと神経細胞元気じゃないと正しい結果得られませんので、このように神経細胞を体温と同じ37度に保つ工夫もしています。このような方法で撮られた受容体の動きの絵がこちらです。これは細胞の形の上にの緑の点で表した受容体一分子の動きの動画を重ねています。この樹状突起と細胞体のあたりを見ております。このように受容体は非常にずっと止まってるんじゃなくて動いてるんだなっていうことと、あと止まってるやつもいるな、いろんな動きをしてるやつがいるなっていうのが動画からお分かりいただけると思います。でもうちょっと詳しく見てみました。シナプスの場所というのは色素を使ってここだよって分かることができます。ここではネズミ色で示した場所がシナプスの場所です。シナプスの場所に来ると、例えばこの黄色の矢印の場所をちょっと注目してみてください。ビュンビュン動いてたやつが黄色の矢印のところに来るとちょっと止まったようになりますね。このような観察を重ねるうちに、どうやらこのネズミ色で示したシナプスの場所では受容体の動きが遅くなっていそうだなっていうことが分かってきました。実際に数百個の受容体の動きを解析しますと、の受容体がシナプスの中で遅くなっているということが分かりました。このグラフはの拡散係数っていう動きの速さを表す値を示しています。右に行くほど値が大きくなるほど速い、左に行くほど遅くなることを示していますが、このようにシナプスの中での測られた速さの群というのはのシナプスの外より遅くなっている、左の方に来ていることがお分かりいただけると思います。このように受容体1個でシナプスの中で遅くなっているっていうことがの一分子を見ることで分かってきました。そうすることでシナプスがなぜ受容体がこんなに集まっているのかっていう原因も分かってきました。ここに模式図で説明しています。シナプスの外は車で言いますとその渋滞のない道です。スイスイ動けて渋滞がないのでの受容体は集まりません。一方でシナプスの中というのは渋滞が起こっているような状態です。受容体が動きにくい理由が何らか存在しまして、何かその受容体が動けなくて渋滞している、それがシナプスのに受容体が集まっている理由ということが分かってきました。また世界中の研究者がいろいろ研究しまして、その受容体を動きにくくしているのはシナプスの後ろの膜の中に
いっぱいぎっしり詰まっている足場タンパク質であるということも分かってきました。このように私たちは一分子の動きを見ることでシナプスに受容体を密集させ記憶を保つ仕組みをだんだん分かってくることができました。しかし実はシナプスに受容体集まってるんですけれども、脳の中では受容体の数が変化することもあります。それは結構大事なんですけれども、例えば記憶、学習、何かを覚えるときには受容体の数も変化しますし、あと何らかの病気原因で受容体の数が減ってしまうと脳神経疾患を引き起こします。例えば勉強をするという入力、また練習するという入力だったり、あと病気の原因となるような刺激が起こりますと、シナプスの受容体の数が変化してシナプスの伝達の強さが強くなったり弱くなったりしていきます。このように情報の伝わり方が変わることが原因で記憶や学習が引き起こされたり、また脳神経疾患に至ってしまうこともあるのですね。実際刺激のに応じて受容体の数が変わる例というのをもうちょっと詳しくお話しますと、私が扱っているシナプスの受容体というのは通常の神経活動では50個ぐらいのシナプスに集まっていて、それなりの伝達をすることができるんですけれども、ある特定の刺激が入ると受容体の数がシナプスから少なくなってしまって伝達が弱くなってしまうということが知られていました。これは記憶や学習にも関係している現象です。実際受容体をの細胞の上でラベルしてみますと、の左、こっち見て左か、左の方の、の通常の状態に加えて刺激が入った状態だとなんとなく白い点の数が減っている、また点の一つ一つが小さくなっていることがお分かりいただけると思います。これは受容体の数が平均で6割ほどシナプスの中から少なくなってしまったことが原因です。じゃあこの時受容体の動きがどうなっているのだろうということを一分子イメージングの手法で調べてみました。左が通常の神経活動、右が受容体の数が減ってしまうような神経の刺激を与えた時です。右の方がより多く動いているのがお分かりいただけるでしょうか。実際これを定量的に解析してみますと、刺激が増加するほど動きの速さを表す拡散係数が増加し、グラフが右にシフトする、すなわち刺激が増加するほど受容体の動きが速くなることが分かりました。このことからの今までその刺激が来ると受容体の数が減ってしまうというメカニズム完全には分かってなかったんですけれども、実はの次のようなプロセスが起こっているということが分かってきました。通常の神経活動ではシナプスの間では何か渋滞が起こっているのでのシナプスの受容体が動きにくくなって受容体が比較的集まってきます。でもこの刺激が起こると渋滞が起こっていたシナプスに何らかの原因で渋滞が解消されてしまい、車がスイスイ動けるようになってしまい、で結果としてシナプスから受容体が出ていきやすくなってしまったのです。これが刺激によって受容体の数が減ってしまったという原因になります。さらに最近分かってきたことがあります。の刺激を与えた時だけでなく、神経疾患を発症するマウスの神経細胞においても受容体の動きの異常が見られることです。左が野生型の元気なマウス、右がの生後9日で異常を発症するマウスの神経細胞ですが、右の方が受容体の動きが異常に速いことがお分かりいただけると思います。このように分子の振る舞いを見ていて分かったことは、記憶や学習と脳神経疾患という個体レベルで起こっていることと、10万分の1ミリの分子の動きというのが密接につながっているということです。で、私はこのように分子の振る舞いから脳の仕組みをどんどん明らかにこれからもしていきたいなと考えておりますが、いつもこの研究をするうちと間に考えていることがありまして、それを最後の言葉とさせていただきます。それは星の王子様というお話で狐が言っていたことです。心で見なきゃよく見えない、
大切なことは目には見えないんだ。狐はそう言ってます。それは実は私はものを見る仕事をしているわけですけれども、それはその研究にも通じると思っています。まあ、つまりこの分子の振る舞いを見るだけじゃなくて、その振る舞いに隠されたもっともっとたくさんの情報を取り出すことによって、脳独自の機能を支える仕組みや脳の病気がこれからどんどん分かってくるんじゃないかっていう期待です。どうもありがとうございました。